熱戦が続きました第25回賞金王決定戦もいよいよファイナルを迎えます。ピットにはファイナリスト6人が揃っています。1号艇は東京の浜根谷健吾、2号艇は福井の中島康平、3号艇は大阪石野孝之、4号艇は石川今垣幸太郎、5号艇大阪湯川浩二、6号艇は福岡の岡崎康弘、この6人、東のエース浜野谷健吾1号艇、そして大外枠は九州の新星岡崎康弘、他の4人の選手はいずれも近畿地区のメンバーです。いよいよピットアウトとなります。賞金王決定戦第12レースが始まります。歓声を受けましてのピットアウトからバックストレッチ側6人の選手それぞれポジション取りです。少し前に6号艇岡崎康弘出ていきます。若手の岡崎、コース取り積極的な動きがありますか。外枠勢では5号艇湯川、地元湯川も少し前、さらには連れて中枠、そして内枠1号艇の浜根谷健吾、内に構えていきました。各選手がホームスレッチ側にボートを移しています。風はホームスレッジ側では緩やかな向かい風、強い風にはなっていません。コンディションとしては上々。1号艇浜根谷がスタート45秒前で、左手が第2ターンマーク150メートル地点です。そして2号艇の中島康平もスタートコースへボートを向けて40秒前。3号艇地元石野孝之、スタートコースへ返した3コースでスロー、まもなくスタートまで30秒となります。ダッシュスタートは3人で、4号艇今垣幸太郎が角の4コース、5号艇湯川浩二、ここは石野との地元コンビ5コース、アウトコースが6号艇の岡崎康弘となっています。3対3、枠なりでスタート体制各選手整えて、賞金王決定戦12レーススタートまで10秒、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタート5秒前です。3秒前、1秒前、スタートしました。2コーススタートは2号艇中島、1コースは1号艇浜野谷、2号艇中島まくった、3号艇石野まくり差しを狙った、4号艇今垣が差していく、2号艇中島まくった、2号艇中島先頭です。なおスタートは正常、そして北陸コンビとなるか、4号艇今垣幸太郎が続いている。先頭2番手は3艇審査、2号艇中島康平トップ、ホームスレッ直線入った、4号艇今垣を追っていく、差が縮まった2艇審査、2号艇中島を追っているのは北陸コンビの4号艇今垣幸太郎。2周目第1ターンマークへ向かいます。2号艇中島康平が先頭、4号艇今垣ですが、内から5号艇湯川も突っ込んでいった。2周1マークからバックスレッチへ出ました。2号艇中島康平が先頭をキープしています。4号艇今垣は2番手、さらには5号艇湯川も差を詰めて、アウトコースは3号艇の石野となっています。2周2マーク、2号艇中島先頭、後ろ2番手争いはもつれますが、3号艇石野が逆転の2番手か、4号艇今垣アウトコース、さあ直線コース、2号艇この間にリードを広げたのは中島康平です。2番手争いは3号艇石野、内外が4号艇今垣とびっしり。最終周回1マーク、2号艇中島がリードを取りました。中島康平先頭だ。初の SG タイトルは賞金王決定戦ゲットとなります。そして3号艇の石野2番手に上がりました。さらには4号艇今垣幸太郎、5号艇湯川と3番手あるいは2番手争いか、最終コーナーまで2番手争い大激戦もつれます。2号艇中島は悠々とゴールは直線に入った。2号艇中島先頭ゴールイン、後ろは3号艇石野優勢でゴールインしました。優勝戦賞金王決定戦第12レース確定です。1着は2号艇の中島康平、2着は3号艇石野孝之、3着は4号艇今垣幸太郎、
1着2番、2着3番、3着4番で確定しました。賞金王決定戦第12レース、第25代賞金王決定戦、見事に2号艇中島康平が制しています。12レースの払い戻しです。2連単2番3番で4000円、2連複2、3で1880円、3連単2番3番4番で16070円、2連単2番3番で4000円、2連複2、3で1880円、3連単2番3番4番で16070円、以下ご覧の通りです。